みさんお疲れ様ですいやなんかリアルタイムで私非常にためになりましたいつもね動画の撮影って横撮影してたんですけども確かにショート動画っててタコででてて撮るよようにできてますよね主に私が思うんですけどもこのショート動画っていうのの成り立ちっていうのはその若い女性がねダンスしてるところとか楽しくこう踊ってるところもしくは歌ってるところっていうのああいうのが TikTok で始まったのがきっかけかなと思うんですよ ですんでその縦動画の継承ですよね頭の先から足の先まで映そうと思ったらやっぱりね縦になるんだろうなと思いましたねで私の先入観からね横動画ばっかり一生懸命撮ってたんですけども今度縦にしてみね私も縦動画ってほとんど撮ったことなかったんで新しいジャンルを開拓するつもりで縦動画ショート動画をやってみようかなと思いますそして90秒ね私の場合はね10秒っていうこだわりを持ったショート動画も量産しているんですけどもその他に 60秒から90秒ぐらいの、まあ、いわゆる希少点滅のあるような短時間のコンテンツを作ることによってねもしかしてなんか新しいチャンネル登録とかファンの獲得に生きるのかもしれないなと思ってきたんでちょっとそっちの方にもねせっかくショート動画に興味が出てきたところなんで挑戦しようかなと思いますね。 まあまた最後の方にその速家塾なりキ気なりみたいなことのセールスをちょびっと入れておく紹介をちょびっと入れておくってのもいいかなと思いますんでまあどんなジャンルで行こうかなって思うんですけどもまあ車はもうショート動画だったらまだね未開拓な分野だと思いますんで行ってみようかなと思ったりとかね何にしようかなとなんかちょっとワクワクしてきましたね。 はい、あの新しいショート動画の使い方今回もお知らせいただきましてありがとうございました何か私向けのね動画みたいな感じで非常にためになったなと思いますありがとうございますそれではねこういう風な形でナミさんのライフプロデュースアカデミーでは一人一人の親そういうことなのかもしれないっていうのに的確に答えてくれるようなコンテンツが目白押しですですんでね是非ナミさんの方にお問い合わせいただければと思いますんでナミ、えー、さんの連絡先 入れておきますんでねよろしくお願いしますはい、じゃあ下の方に概要欄にナミさんの連絡先その他貼っておきますいってらっしゃい